シアトル・サウンダーズ FC はアメリカ合衆国のワシントン州シアトルをホームタウンとするアメリカ合衆国及びカナダのプロサッカーリーグに加盟するプロサッカークラブホームゲームはセンチュリーリンクフィールドで開催されるチームオーナーより新しいチームの名前がシアトル・サウンダーズ FC になると発表チーム名の決定方法についてはシアトル・アライアンスシアトル・リパブリック シアトル FC の3つの選択肢から1つを選択するかもしくは任意の名前を入力する形のファンによるオンライン投票が事前に行われた。結果14,500の投票のうち50%が任意の名前を入力し、さらにそのうち49%がサウンダーズから派生した名前を含んでおり、シアトルサウンダーズ FC という名前はこの結果を組んだものである。 シアトル・サウンダーズは、シアトルでかつて、北米サッカーリーグに存在したチームや、ユナイテッドサッカーリーグに2008年まで参加しており、本チームの事実上の前身となったチームの名前で、こういった歴史を大切にしたいというサポーターが多かったためである。また同日、チームエンブレムとチームカラーも発表された。エンブレムは2枚の縦型の紋章によって構成され、所有者、コミュニティ、 選手とファン間の協力関係を意味している。そして、エンブレムの中央には、シアトルのシンボルとして知られる、スペ、2016年に MLS カップでは、初の決勝を、カナダのトロント FC と迎えることになった。12月10日の決勝戦では0から0の激闘の末、延長戦でも決着がつかずに、PK 戦となった。PK 戦では5から4で、 シアトル・サウンダーズにとって初となる MLS カップ優勝を決めた。2020年3月1日現在監督インアウト、詳細はカテゴリー、シアトル・サウンダーズ FC の選手を参照、ファシリティーズ・シアトル・サウンダーズ・フットボールクラブ。シアトル・サウンダーズ FC、2015年11月24日、閲覧、センチャーリンク・フィールド・キャパシティ・エクスパンデッド・フォー・クリント、デンプシー、 S. ホーム・オープナー・サウンダ・エティ・ハート sunday o、U N D、e r a, t、H、e a r t heart。com。二千十三年八月十五日閲覧。シアトル・ズ・ニュー・サッカーゲーム、シアトル・サウンダーズ FC。シアトル・ポスト・インテレジェンサー。二千九年五月十六日閲覧。シアトルの流行は、MLB よりも MLS。米国のサッカー人気がついに定着か？ナンバー・ウェブ。 2010年7月15日閲覧。バッジカラーズファクトシート。サウンダーズ FC パブリックリレーションズ2009年5月16日閲覧。シアトルサウンダーズブレイク MLS アテンデンスレコード。アベレージ44-038ファンズパーゲーム。NBC スポーツ2013年10月31日閲覧。ファーストチームロスター。 シアトルサウンダーズ FC2020 年3月6日閲覧ありがとうございます。